さんこんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。今帰ってきてですね、4時半なんですけど、寒気が来ているらしいですね、日本に。すごい。港の中もゴーゴー吹いておりますが、はい、寒さがすごい。今ちょうど泣いた感じだな。さっきまでビュー吹いとった。もう疲れました。お疲れ様でした。2日続けての漁はしけばちょっときつかったですけど、なんとか頑張ってきました。しけの日をですね、撮影したかったんですけどね、なかなかしけの日はやっぱ一人で漁して撮影してますんでですね、なかなか撮影できなかったんですけど、まあなんとか頑張って、ギリギリこれぐらいがもうギリギリ撮影できるギリギリですかね。これ以上しけたらもう多分撮影は無理だと思うんですけど、まあなんとか撮影できるギリギリだったんでですね、今日は撮影を、ただ途中でバッテリーが切れてしまいまして、そこまでになってしまいましたけど、まあなんとか頑張って撮影できました。こういう日ばっかり行ってるとですね、もう下半身の軟骨は関節はもう全部すり減ってますし、腰はヘルニアで坐骨神経痛に半月板損傷、もう30分以上継続して歩くことができない体になってますけど、もういい加減こういうのをやめないといけないなと思ってるんですけど、今日はですね、でなんとか頑張って撮影できましたんで、それをアップしたいと思います。魚場へ着いたのはいいんですけど、早速道具が波でもつれちゃって、チェーンの中に爪が入って、ちょっとこれを外すだけでも大変ですね。波の中で一つの股はもう向こうへずれてますし、ちょっと直します。しんどい。早速なんとか直して1投目をつけましたけど、追い波がちょっと怖いんですよね。波に向けて漕いだ方がまだ楽なんですけど、潮の加減で追い波を漕いでますけど、これの方が意外に怖かったりします。よいしょよいしょ、もうクーラーも滑って流れて、よいしょ、ワイヤーです、ワイヤー。よいしょ、さっき一番波が上がりましたけど、砂地の硬い方です。爪が硬い方へ来るので、爪がちびちゃいますんでです、すり減ってしまいますんでですね、あんまり来たくないんですけど、ただ硬い方はまあ全然やってないんでですね、まだ残ってると思います。カニがこれはチヌとかも多いとこです。おお、多少見えてます。よいしょ、ナイス、オスですけど、ナイス。何も見えてます。これがもっといるかと思ったんですけど、いませんね。もっとたくさん見えると思ったんですけど、硬い方なんでこういうのもたくさんいると思うんです。この中にいると思うんですけど、気をつけて寄らないといけません。怖いです。これはこうしてるうちにもどんどん流れていってます。波はですね、真正面から受けると意外にきついんですけど、安心はできます。斜め後ろから来られると船がですね、もうグーンってなんか海の中突っ込んでいく感じになるんでですね、それはもうめちゃくちゃ怖いですね。真正面からとこうバシャバシャ切ってくれますんでね、後ろから食らうとですね、もう船が海の中にこう突っ込んでいく感じになるんでですね、斜め後ろから来られるのが一番怖いですね。しかしオートつけてよかったです。オートないと船がもうこうなりますけど、オートのおかげでまっすぐ進んでくれます。よいしょ、やっとい。なんと生意気にもオートパイロットをつけてしまいました。ここも新しくなりまして、配管もさらです。チヌこれだけいました。こういう日なんかチヌだけでも一頭になるでしょうね。明日はいい相場だと思います。だって2番目です。
瀬戸大です。なんか瀬戸内海にしかいないらしく、なんかペットとしてとても貴重らしいです。これ瀬戸内海以外の人がペットとしてすごい欲しがるらしいですね。硬い方へ来てるんで、シャリゲタも見えてます。硬い方なんで、やっぱり魚系多いですね。砂地はやはり魚の方が多いですね、カニより。こういうデンジャラスモンスターもいつも見えてますし、いつもほぼ値段つきませんけど、今年はなぜかしら12月は結構いい値段がついてます。あとはチヌ、カニ、コフグニシですかね。しけの日は何度か撮影しようと試みたことはあったんですけど、なかなか一人なんでできなくてですね、今日も一応やってますけど、そもそも電池が持ちそうにないです。あと 35% 朝の時点で、寒いとやっぱり予備の電池が必要なようです。もうゴムも、あ、もう輪ゴムも散乱して、もうむちゃくちゃです。寄ってたら石がれが出てきました。珍しい。石がれは結構ヒラメぐらい大きくなりますんでですね、これちっちゃいサイズですけど、よく超えてますね。しかしそれにしても、このサイズだと食べ応えありそうですね。これだけ超えてると、よいしょ。そしてこれは次の日ですけど、次の日にも石がれ、もう神の、今水島の方まで来てるんですけど、この神の水島と尺島っていう方に来てるんですけど、尺がこっちで水島神の硬い方来たら、もう石がれがやっぱいますね。オコゼやコフグもすごいですね。まあ拾えないサイズばっかりですけど、コフグはシャリゲタなんかも見えてます。シャリゲタとか赤ゲタも見え出しました。次の日のラスト網にはマコカレイもいました。寒くなったんで石がれに次いで姿を現し出しましたね。ついに今季初ゲットです、マコカレイ。小川自体はちょっとしんどいんで際を通してみましたけど、今度はでも結局食らってますね。ドロドロです。よいしょ。まず途中に引っかかってるんで、あれは月ですね。よいしょよいしょ。取り込むのも大変、腰が。嬉しいです。しかしドロドロです。ちょっと波が楽になりましたね。これぐらいならなんかやれそうですけど、 1.5 って言っても 1.2 から 1.5 ぐらいの時と 1.5 から 1.7 ぐらいの時がありますけど、 1.5 まではいいですけど、 1.7 って言ったらもうちょっと厳しいですね。よいしょ。おっと、まだ黒エビが、12月でまだ、おっと、黒エビが見えてます。水温高いんでしょうね。よいしょ。今風向きの方向に潮が変わりましたんで、今から上り潮です。今ぐらいから上り潮、だんだん上り潮になります。大体2時間から3時間前には潮変わりだしますんで、今日は1時前ですけど、12時半になってますけど、変わるのがそろそろ潮が変わりだします。今から上り潮になります。よいしょ。ちょっとギャバを変えます。エビ拾います。この網はおこぜがすごかったですね。赤ゲタも結構見えてましたけど、おこぜが結構やっぱ出てきましたね。寒くない、冷え込んだんで。そしてなんと
ずっと撮影したかったんですけど、撮影できてなかったものも見えました。しかもこんな12月に、もう何年か5年ぐらい前から入ってきてるんですけどね、カイルアンコウです。ちゃんとここに疑似があります。ピロピロの疑似があります。これずっと撮影したかったんですけど、自分が YouTube 始めて全然見えなくなったんですよね。温暖化って言い出してから5年ぐらい前に見え出して、結構夏にはもう毎年いたんですけど、この2年見なかったら、なんと12月に姿を現しました。カイルアンコウが持つんでしょうかね、こんな冬寒いのに。結構さっきピンピンしたんですけど、やっぱ寒いんで元気が。水に入れたら復活すると思いますけど、もう水の方が暖かいんで、外より。面白い魚です。現在あの大佐の沖の方までもう来てますけど、潮が変わったんで上り潮になったんでこっちに来たんですけど、つい先日までですね、上方面は上り潮の方が良かったんですけど、1週間ぐらい前にある日突然下り潮の方が良くなりましてですね、上りになるともう魚がぐっと減りますんで、死ぬとかも入らなくなるし、なんで急にそういうことになるのかちょっとわからないけど、本当不思議ですけど、ある日突然なるんですよね。めったにないですけど、今年は下りの方が今はあの上方面はよく魚が入ります。だいぶ波が落ち着いてきました。やりやすくなりましたね。頭からかぶらなくて済みそうです。海水をカメラ回すの忘れましたけど、やっぱ霜もカラとかカニとかオコゼ、よいしょ、ここにもカニ見えてます。結構12月にしてはね、大佐の沖でこんな入るなんてっていうのはちょっと、12月に結構もうやりきってるんでですね、ここを周りさえすれば良さそうですね。このままよいしょ、ここで要注意ですけど、なかなかいいんじゃないでしょうか。でイイダコがなんか、これイイダコ、大きいイイダコですけど、この大きいイイダコは今年いなかったんですよね。それが冷えてこう出てきたんですけど、ちょっと小さいのしかいなかったんですけど、やっと大きいのがいましたね。見え出しました。もう今年はいないのかと思ったんですけど、大きいタイプ、どうも種類が違うようなんですけど、大きいのと小さいのは。ずっと大きいのいなくて小さいのばっかりだったんですけど、ついに大きいのが見え出しましたね。で見え出したら大きいのしか見えなくなりました。小さいのはどこ行ったんでしょうかね。あ、これです。これが小さいタイプなんです。もう大きくなりません。無事帰ってエビを酔っていますけど、もうエビも仮死状態なんで、死んでるやつを酔ってるんですけど、死んでるのか生きてるのかも分かりません。あまりの寒さに、お、雪が舞い降る、お、雪が舞ってます。なんと驚き、桃の木の雪ですよ。寄島でこの暖かいところで雪が降ってます。よいしょ、はい、OK、 もう OK にしましょう。もう明日朝ないとわからんでしょ、うん、あれをお母さんに見せないといけませんね。あれをやつをちょっと見せてあげたいと思いますが、しかしてじゃんじゃじゃーん、なにこれ、これなんでしょうか。おっさんやん、おっさん、顔がもはやおっさん。この手を見てください、この可愛らしい手を。何本あるんか、これこれよしこ、よしこの手ではないヒレです。本当にこいつはヒレです。お鼻があるおっさんやん。これ鼻じゃない。触ってみて。なにこれ。引っ張ってみて。これアンコウみたいな。アンコウない。もう分かったな。アンコウなの。見て、ひらひらあるよ。見てみて。ちょっと引っ張ってみて。ひらそこの引っ張れば大丈夫大丈夫。それがこれ。これこれそ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 れ
疑似餌。そうなんだ。こっちの可愛い、こいつ可愛いかの。ペットショップ行けば2000円で売れるらしいけど。そうなんだ。行くのが大変すぎて寝たもん。寒いけど貸し状態みたいになっとってな。めっちゃ動くな。水の中に入れたでも生きとるな、これ。そうなんだ、うん、外に出したらもう貸し状態。温暖化って言われだしてな、見出したんやな。ずっと撮影したかったけどおらんかって、やっと撮影できました。食べれる？食べれません。リリースしましょう。よいしょ。帰ってこないでもよろしい。大きくなって帰ってこなくてもいいです。ほれ、うん、まだ硬いところへ行ったっていうのもあるけど、まあ、カワハギはまあ多い年なんで、底引きにめったん入らんかったけど、入りますね、今年は。なんと丸カゴいっぱい、ここでが出てきました。寒いのにな、寒くなったんで、驚き、そして、洗礼を受けました。うわ、剥げとるが。手首の方まで腫れております。あ、面白か。皆さんは釣っても、触らないようにしましょう。久しぶりにやられたんで、こうやってドラえもんみたいになってます。お父さんと肉球勝負しようよ。こんな丸々になってはドラえもんみたいに。ミルコの肉球とどっちがすごい。これお揃いじゃな、お揃いですな、頭が。